か嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ちっちゃい村だな。ありがとう。いいえ。よし、頼みます。キラキラして高く売れそうだけどな、この石。石掘りしてとか言ってたな。いつでもいいぜ、かかってこい。あ、一丁やった。どうだ。
え？さて。いいですよ。あ、ヘヘヘ。ナムんとこに持ってかねえとな。嫌だな。さっさと片付けちまうか。嫌だな。さっさと片付けちまうか。お、滝だ。どう？どうです？なんと。ありがとう。ああ、じゃあな。では。いつかナムの村に行ってみっか。嫌だな。さっさと片付けちまうか。近いぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。俺たちが近づいているのも気づいているはず。そうか、真正面からやるしか道はねえわけだ。Yeah!
やつだ。降りるぞ。警戒信号が。戦闘力710。どこだ。何、あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と334。来やがった。貴様ら一体ここへ何しに来た。決まってんだろ、オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それより、まさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。勝負ってな、ただ強きゃいいってもんじゃねえぞ。怖え。何で知ってた。何でだ。プレゼントだ。貴様らが死ぬのも時間の問題だ。少しずつ攻撃を強くしていってやるぜ。その程度の力なら仲間にするもやめば、ただの足手まといになりそうなんでな。もうお遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間奴と一人で戦って動きを止めろ。
わかった。食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。ラタンコーサッポー。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと、どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。あれがつもりはない。はっ、
ああ
戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。もう掴んだぞ。貴様、いつの間に。手貸したぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしく この星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出るや。そらそら、もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられん。このガキ。貴様、
まだそんな力が。ピッコロ、早くその技を。魔漢光殺法。この俺がこんな奴らにやられるとは。つまみやがり。まさかカカロットのやつが己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。な、何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。腐ったり。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるな。いつか一年、たった一年後だ。一年、さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間に、せいぜい、楽しんでおくんだな。なるほど。そういうことだ。悟空ってばお前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン死ぬっちゅうな。結構嫌なもんだな。まあな。でも安心しろ。すぐに生き返らせてやっから。消えおったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様だったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。
神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの俺が預かる。何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃、地球より遥か彼方の宇宙のある星で。ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで修行させたく生身のまま伺ったわけです。どうか閻魔大王様、こやつを海王様のもとへ伺うことをお許しくださいませ。あーん、なるほど。天国へ行けるもの、わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り海王様に会いに行くというのか。はい、よかろう。そんなに行きたければ海王様のところに行くがよい。ただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ。結構厳しいんだな。分かった。ところでさ、オラのちょっと前にラディッツっちゅうやつが来た？ああ、確かに来たぞ。あいつは地獄行きじゃ、当然な。暴れなかったか？暴れた暴れた。暴れおったがこのわしが取り押さえてやったわい。強えんだなおめえ。おめえと来たが、あのな、わしは閻魔大王だぞ。地球の神などより偉いんだ。分かっておるのか？要するに、すんげえ強えってことだろ？全然分かっておらんな。強いのは当然だ。
だが頭だって良くなければ務まらん。事務処理能力が肝心なのだ。事務処理？よし、この際だ。わしの仕事を理解できるようクイズを出してやろう。おら、急いでんだけどな。やっぱりなし。そんな態度では海王様には合わせられん。そりゃねえぞ。わかった、クイズやるよ。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい、それでは始めるぞ。全問正解しないと先には進ませんからな。うん、正解だ。いろんな星々で暴れ回ったからな。当然地獄行きだ。ここまで暴れるやつはそうはおらんがな。よし、それでは次の問題だ。正解、当然だな。わしの方がずっと偉いんだ。なあ、地球の神よ。はい、その通りでございます。よし、それでは次の問題だ。その通り、正解だ。何者だろうが死ねばここに来る。お前の兄がそうだったようにな。では次の問題だ。やるの、正解じゃ。まったく、ドラゴンボールというやつには参るわい。一度やったわしの仕事がなかったことになるんだからな。まったく、誰が作ったのかの。なあ、地球の神よ。それはその、申し訳ございません。まあええわい、次の問題に行くぞ。残念だが不正解だな。え？え？今五問目だぞ。何？ひーふーみあら、ちょっと試しただけだ。わしの過ちを見抜けるかどうかという、それが真の五問目だったのだ。さすがにちょっと厳しい言い訳ですな。うん、聞こえたぞ、地球の神よ。お前が死んだら地獄行きにしちゃおうかな。お許しください。さすが地獄耳、なんちゃって。お前、ギャグのセンスないの。まあええわい、海王様のところに行くことを許可してやろう。お、サンキュー、エマノちゃん。お前、やっぱりわしを尊敬しとらんな。そんなことねえよ。ねえです。まあええわい、さっさと海王様のところへ行ってこい。ではな、頑張るのだぞ。あ、よくわかんねえけど、その海王様っちゅう人に会ってくる。
いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。お父さんが悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後に奴よりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺と奴だけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。分かったな。修行って何をすればいいの。たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。違うよね。お父さん、お母さん。お父さん、お母さん。
ち、あのガキめ。早速くたばっていないだろうな。ほっせい。巨大な木があるな。せい。調子がね。俺様がこんなことを。チッ、妙なのが嫌がる。今のあいつには荷が重いか。始末するしかないようだな。ザコが手間を取らせやがって。
終わりだ。さて、あの泣き虫のクソガキはどうなっているか。追い詰められて少しはマシになっているといいがな。